はい、では気になる台風7号の情報をお伝えしていきたいと思います今日はまず初めに世界各国の気象機関の予報モデルをご覧いただきたいと思いますそれぞれの一本一本の白い線が各国の気象機関の予報モデルですまず台風7号小笠原の近海にありまして西に向かってゆっくり進んでいます 明日からは北寄りに進路を変えまして小笠原諸島、伊豆諸島のあたりを通って東日本の太平洋側に近づく予想が多くなっています。では日本の気象庁の予想どうなっているのかこちらです。 まあ、ほぼ同じような形になっていまして明日以降は北寄りに進路をとってそして週明けにかけてですね東日本の太平洋側に接近そして上陸する恐れもありますですからあの本州方面に帰省や旅行で行かれる方は運行状況を確認するようにしてくださいそして北海道へのこの台風の影響なんですが今後の進路にもよるんですけれども来週の半ばごろ大雨大荒れの可能性もありますので今後の気象情報も合わせてチェックしていただきたいと思います